皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はモンスターファーム2のファミ通紹介をしていきたいと思います。シリーズ最高傑作と名高いモンスターファーム2が現代によみがえります。プレイヤーの助手ホルト、前作の助手であるホリーに憧れているプレイヤーの調教助手を務める少女で、ちょっと慌てん坊で、本名はコルティアで、ホルトは愛称。モンスターを再生し、ファームで育成、大会でバトルをします。アルバイトでも遊べます。オリジナル版はプレイステーションの周辺機器であるポケットステーションを使うことで、ミニゲームでお金を稼げるアルバイトが遊べました。本作ではゲーム内でミニゲームを楽しめるようです。アルバイトでしか手に入らないものもあるようです。そしてデータベースから CD を検索し、選んだ CD からモンスターを誕生させます。石板再生にも対応しています。オリジナル版では前作のデータが入ったメモリーカードより、前作で育ったモンスターが呼び出せる石板再生が用意されていました。本作では前作のセーブデータを読み込むことで石板再生に対応しているようです。しかし、異なるプラットフォーム間のセーブデータは読み込まないようです。では、モンスターを紹介します。ナイトン、臆病な性格で、驚くと頑丈な殻に閉じこもってしまいますが、負けず嫌いな一面もあるようです。火の鳥、目標実現への強い意志が宿った伝説のモンスターです。最後まで諦めない心を持ちます。スエゾー、不気味に思う人もいますが、頭が良く人間臭い表情を見せるので人気のモンスターです。ゴーレム、動きは鈍いですが破壊力のある一撃を持つ、忠誠心が高く真面目でブリーダーには人気が高いモンスターです。ラックン、まるでおもちゃのように見えますが、古代では重要な任務を持っていたと言われています。ライガー、人間を家族だと思うため主人を裏切ることがありません。一般の人々にも飼われていることが多いです。コロフェンドラ、勝利、愛、努力の3つの意志を持つモンスターで、愛の意志は無視されることが多いです。メタルナー、遠い星から来たというモンスターで、ほぼ感情を失っていて、それを保管するのが目的です。ホッパー、言うことを聞かないやんちゃ坊主ですが、キュートで多くのブリーダーに愛されています。グジラ、最も大きなモンスターで大食いで、普段はあまり役に立たないので育てる人が少ないです。ピクシー、非力でわがままですが、ピクシー系しか育てないというマニアなブリーダーも多いです。モッチー、ペタペタとした肌を持ち、愛らしい動きをするため、多くのブリーダーを魅了しています。ロードランナー、ディノ族とほぼ同じ血統ですが、スピードに勝ります。なお、本作にディノ族は登場しないようです。エンドロ、手を広げるとかなりの大きさになる、見かけはなんですが、真面目で手でやなモンスターです。ドラゴン、誰もが知っているの伝説のモンスターですが、真の力を引き出せるブリーダーは、少ないようです。というわけで今回はこの辺でモンスターファーム2のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。